最近のトップニュースはロシアのウクライナ侵攻で、連日この話題がテレビで取り上げられているね。避難民を受け入れている日本としては無関係ではないし、北方領土問題もあるから、ロシアの牙がこちらに向かってくるという最悪の事態にも備えておく必要があるという意見も散見されるみたい。余談だが、ウクライナからの避難民は大した議論もなく受け入れを決定した政府だが、同じ避難民である他の国の人々ベトナム、ミャンマー、イラン、イラク、クルドなどの受け入れはどうなっているんだろうな。こういう言い方は良くないが、白色人種だから優先して受け入れたというわけではないと信じたいところだぜ。新型コロナウイルスの世界的蔓延も非常に不安視されるところだけど、ウクライナ戦争は一体いつになったら収束するんだろうね。21世紀の現在、ああいった蛮行が起きていることに愕然とするよな。さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている隙を狙ってというか、陰で色々と動いているのが、お隣の軍事大国中国だね。今回は日本とは様々な因縁のある尖閣諸島だけど、ここに日本が建造物を作るのか？という件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは、自民党の高市早苗議員で、今やタカ派として名高い高市早苗だけど、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には若い女性論客派に気抜きせぬ自立した女の、一人として同世代の女性からの支持も多かった人物だね。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お茶組要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたから、女性の新しい時代が到来したと当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずだよ。こういった時代に、高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていたんだ。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇のお妃候補として必ず名前が挙がった。小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていて、当然この方も女性たちの憧れの的になっていたようで、皇太子妃と決定した時にはせっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていたね。さて高市議員は松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われ、その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの落選に懲りたのか、自民党入りして当選したよ。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも、同じ自民党の小野寺移転、河井克行がいて、また野田佳彦、原口一弘、前原誠司などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたみたい。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名で、いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようだね。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日だな。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土だが、そう思っていないのが中国で、勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられており、その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したわけだ。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したぜ。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土で、1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が日本のポツダム宣言受理後つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土だね。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前だけど、日本との中立条約を一方的に破棄して当時の満州へ侵攻したのも当時のソビエトで、その知らせを聞いた関東軍のお偉方は家族と財産を手にいち早く脱出したんだけど、何も知らされていてなかった一般庶民は悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも絶対に忘れてはならない史実だよ。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきたんだけど、解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったんだ。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けかと日本国内の期待が高まった時期もあったんだけどね。ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えず、そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあるんだ。北方領土返還交渉を振り返ってみると一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思うが、これは当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだわけで、ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったぜ。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきたわけだ。ところが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相で、個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものだな。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と辞任しているようにも見受けられたが、この点についてどういった説明を受けたんだろうな。国防とお題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられないが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出し、全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになったよ。とはいえ、中国は手を引こうとはせず、肝心の島に日本人はいないし、日本のものは何もないからという理由もあるようだね。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、市政権を主張すべきという意見があるわけで、高市議員の発言はその意見を支持しているんだと思うよ。高市議員は非核三原則にも触れ有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘したんだ。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍間のニュークリアシェアリング核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されておらず、つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見で、簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということだろうね。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったらしいな。平成初期のバブル期日本は政治は三流、経済は一流と言われていたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでおり、責任の所在は明らかだが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じられるぜ。日本が頼るアメリカだが、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしていて、その一方で、尖閣諸島は1972年昭和47年の沖縄返還以来日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しているな。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるのだが、別の言い方をすればしたたかで老練な政治手法ということだな。正直な感想だが、日本のように馬鹿正直で唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うぜ。ロシアのウクライナ侵攻を見て日本も核を持つべきだ。核を持たない国は核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたらしいね。現在のアメリカは一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられるし、こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があると思うよ。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るわけで、この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン・ヤスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないだろうな。自国民を守るのが政治家の第一義だから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えないぜ。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場で、この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないよね。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見なんだろうし、賛成意見も多いみたい。試験だけど、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じるし、世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談を実施したね。ここでは、導入が中止されたイージス・アショアの代替として建造が計画されているイージスシステム搭載艦の1隻あたりの建造費として、3371億円を計上することが決定したと発表したぜ。さて今回はそんな2024年度予算案で、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦に3731億円を計上した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回予算計上が決定されたイージスシステム艦については、1998年北朝鮮のミサイル発射実験において、テポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件に端を発していて、この事件によって日本の領空の安全が脅かされると判断した防衛省では、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦 DDG と航空自衛隊が配備している、パトリオットミサイルによって対処する体制を整備したんだ。しかしこれはあくまで当時の現有装備の最大活用という対応でしかなく、特にイージスシステム搭載護衛艦については、BMD バリスティックミサイルデフェンスミサイル防衛のための、パトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が著しい南西諸島方面への展開や必要な連動を維持するために必要な訓練の時間が確保できなくなることが懸念されていたぜ。このことから北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルの BMD 任務専従となるべく、イージス艦におけるイージスシステムをそっくり陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決定され、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備としてイージス・アショアの導入が決定されたってわけだ。防衛省は秋田県と山口県に配備を計画していた2機のイージス・アショアは、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備を反対する地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛相が導入計画の中止を発表したよ。それを受けた日本政府は、すでにアメリカのロッキード・マーティン製のレーダー AN/SPY-7 とイージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに活かすべく今回のように地上の制約を受けない、洋上の艦艇もしくは建築物などへ搭載して転用することを決定したんだ。洋上への転用についてその方法についての議論がなされ、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築して、そこに配備するオイルリグ型の3つの洋上案が検討されたけど、敵の攻撃に対する防衛や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となったね。2020年12月18日に日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についての閣議において、AN/SPY-7 とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを閣議決定したよ。このイージス武器システムベースライン J7B は、海上自衛隊が運用している最新のイージス艦であるマヤ型護衛艦で運用されている、ベースライン J7 の改良型で、このシステムにアメリカ海軍のアレイバーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン 9C2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD5.1 が統合されていて、さらにオープンアーキテクチャかイージスコモンソースライブラリーすることによって、今後アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新しい機能を利用することができるとされているな。イージスシステム搭載艦の設計においては、弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの多種多様なミサイルの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応する必要があり、24時間警戒態勢が可能になるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の好天時などでも影響を受けにくい対応性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、超音速で飛来するために迎撃が困難として大きな脅威となっている極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用など、将来的に開発されるであろうと考えられる装備品の運用を、わずかな回収で可能にできるような拡張性など、様々な要素に対して総合的に考慮された上で、既存のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることとされているぜ。イージスシステム搭載艦の兵装には、艦対空スタンダードミサイルSM3 や、弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応可能とされる SM6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を攻撃するための反撃能力として、射程延伸改修の後に導入が予定されている12式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載される計画だね。これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に搭載される垂直発射装置 VLS は200セル以上とされ、これはアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南昌級駆逐艦の112セルを大きく上回り、水上戦闘艦としては世界最多となるんだって。今年8月に実施された概算要求において出していた、1隻3797億円の概算要求がほぼ認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたっては、物価高や円安の影響で膨張している防衛費抑制のために、実効的なプロジェクト管理体制を構築して建造にあたることとし、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求めたよ。イージスシステム搭載艦に搭載するレーダーなどの装備には、AN/SPY-7 イージス武器システムとベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同光線能力 CEC が搭載される予定であるが、その搭載レーダーの白紙化の検討を求めていることについて、様々な憶測を呼んでいるらしい。マヤ型護衛艦に搭載されているレーダーは AN/SPY-1DV あり、アメリカ海軍のイージス駆逐艦アレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 AN/SPY-6 が導入されていることから、イージスシステム搭載艦に AN/SPY-7V1 を搭載することを疑問視する声が以前から上っていたな。しかし、防衛省ではイージスシステム搭載艦に AN/SPY-7V1 を採用する理由として、性能面において SPY-7 と SPY-6 との間に大きな差はないことや、実車試験や維持運用に必要となる経費を含めた経費総額で比較すると SPY7 の方 SPY6 よりも安価となること。現時点で SPY7 を SPY6 に変更した場合には調達スケジュールにおいてさらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY7 の導入予定に変更がないことを強調しているぜ。それでも疑問視する声の中には、これらの防衛省の主張は全てが後付けであって、陸上のイージス・アショア用として AN/SPY-7V12 機の購入をロッキード・マーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでにかかった経費700から800億円が回収できなくなるからではないかと憶測する声が上り、防衛省としてはもはや AN/SPY-7V1 を選択するより他には道がなかったとする見方が広がっているようだな。財務省側から発信された搭載レーダーの白紙化発言は、この防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存の SPY1D や SPY6 などと競合させて導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないかと見られているね。また軍事専門家などの間では、近年における海上自衛隊の慢性的な人員不足について触れながら、1艦あたり240人とされる乗組員の確保が難しいとの指摘が出ており、地上配備で人員が少なく済むイージス・アショアの導入を再検討すべきだとする声も上っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。民間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI によると日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機の運用するために必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航するという発表が2023年11月13日にあったみたい。軍艦と日本人としては突っ込みたいところがあるよな。仮にだが、加賀が改造終了後、初の長期航海を行い、そのまま F-35B を完済して帰港ということはないだろうな。中国への抑止効果にもなるという意見はあるらしいが。さて今回は、この F-35B 認証試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。USNI の言う日本最大級の軍艦というのは、海自の出雲型護衛艦のことで、2023年11月時点で、2番艦加賀は飛行甲板形状をグレードアップし、回収された状態で、試験航海などの実施中だったんだ。海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団がすでに2023年10月末アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察していたね。USNI はプリンス・オブ・ウェールズが試験をしている海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしていると見ているようだな。日本政府と防衛省は2013年以降、海自の出雲型護衛艦2隻の空母化を着々と進めていたんだけど、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたよ。現時点で、F-35B 戦闘機は42機ほどの導入を予定していて、運用するための飛行隊を航空自衛隊に新たに編成、宮崎県新富町のニュータバル基地に配備することも公表しているね。九州に配備するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に即応するとともに、台湾有事も視野に入れていると見られるんだ。イギリス海軍空母プリンス・オブ・ウェールズは前述の通り、アメリカ東海岸で各種テストを実施しているんだけど、その中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練もあるので、同様のテストを出雲型護衛艦で実施する可能性も考えられているよ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦とされ、F-35B 戦闘機36機とヘリコプター12機を搭載する能力を備えているな。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドなど4地域で、BAE システムズと VT グループによって建造されることになっているぜ。スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで最終組み立てを行うのだが、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたらしい。プリンス・オブ・ウェールズは2022年8月27日、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうため、ポーツマスを出港したんだけど、出港直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたんだよね。この事故のため演習航海は中止となり、クイーン・エリザベスが代わりに9月20日に出港したんだ。皇太子息子の代わりに女王母が登場したということだろうね。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も当然ながら延期されてしまったよ。この損傷について英国放送協会 BBC はアメリカへ演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら岸に戻ってきたとからかったんだけど、シャレにもならないよね。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理したんだけど、クイーン・エリザベスの部品取りにされているというデマも流れ、国防大臣がこれは一時的な応急処置と釈明する羽目になったみたい。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を受けたプリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居、28日には CH47 が飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していたよ。7月31日には映画トップガンマーベリックに登場したセリフをパロディ化したと思われる文章を投稿し、飛行甲板運用を再開したことを広くアピールしたんだ。一方、軽空母への改修が完了した護衛艦加賀派、2023年11月17日に呉基地へ帰還したぜ。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったというわけだが、くしくも旧日本海軍の空母加賀の浸水日が11月17日だったため、運命的なものだという人もいたらしい。出雲級の空母化は初着艦機能整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考に課題の洗い出しを行った後、26000 トンのサイズに適した空母化改装が行われると推測されていることから、空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても当然ということだろうな。基本的に艦艇排水量のうちでも満載排水量は船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物なども含めた総合重量となるわけだが、しかし、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれることになるぜ。つまり、上陸作戦要員がいる分だけ空母より広い居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているから、車両固等のスペースも必要というわけだね。もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が拡大するわけではないというのは言うまでもないよ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機の F-35B 戦闘機の取得も、空自パイロットや整備員の養成もまだまだで、これからスタートすると言っても誇張ではないぜ。こういった過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B はたったの10機に過ぎないから、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母の戦力とは全く比べようもないわけだ。最有力と思われる使用方法とは、イギリス海軍空母のようにアメリカ海兵隊の F-35B 戦闘機も共に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することではないのかと言われているらしい。前出だけど、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月の改修工事と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着いたよ。その途中で7月29日、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたという投稿が、ヘリコプターの CH47 チヌークが着艦する写真とともにアップされていたんだ。2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、前述のように映画トップガンマーベリックでトム・クルーズが、役のセリフをパロディ化したと思われる投稿をしたほどだったね。その内容は飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻して、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですといったものだよ。このユーモア溢れる投稿は反響を呼び、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。母を連れて行きたいと思います。一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがですか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますというような、楽しく心温まるコメントなども寄せられていたらしいな。イギリスでは空母に親しみを感じている人が多いようで、日本との差を痛感せずにはいられないぜ。今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズ及び出雲護衛艦だけど、中国の動向が気になる台湾有事が起きた際には大活躍すると期待する声もあるみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。